最強になりたいかニューヨークへ行きたいかクビやおー来たか久しぶりやのああ今日はどういったご用ですか。どういったご用やれんやないかお前。この前来た時にアマオの世界的プロジェクト教えたったやろかい。ああ、あれがついにああ始まるんですね。始まるで最強のホストクラブ作りがね。でもそれはどういう感じで今回進めてるの。ああ4人のホスト候補生を今日ここに呼んであるから。せやけど奴らはアマオのこの計画を何にも知らん。せやから一人ずつ呼んでサプライズ的に発表していきたいと思う。あ、じゃあそれをちょっと密着取材させてもらっていい。ああ、かめへん。バチッと取ったらええ。アマオのこの世界進出をその目ん玉に焼き付けるんやで。アマオなめんなよ。目ん玉かっぽじけよ。よし、カズマくん、君は選ばれました。おめでとう。やったー。やったぜカズマ。よし、やったな。よし、ほんで早速このカメラはやな、不当客やと思ってかっこいい自己紹介やってみろ。なんで？ええかやれやよ。げ。カズマだよ。今日は朝まで返さないから。僕はホストのナンバーワンもだけど、君の中のナンバーワンも取るつもりだから。よろしくね。なあ、いいよ、いいよ。やっぱり俺が見込んだだけやるわお前。ああ、完璧完璧。ええぞええぞ。よし、ほんでお前あそこ座ってて。ええから座っとけ。はい、お茶入れると。ああ、完璧や。どんどん来るからな。内藤。内藤くん、はい、あなたは選ばれました。やったやったやったぞお前。やったね。やったね。よし内藤、はい、このカメラを不当客やと思ってかっこいい自己紹介だらんかい。なんで呼ばれた。いいから早くやれ。行けよ。お前を守る夜の騎士ナイトだ。ああ、いいよ、いいよ、お前僕でいい。ああ、もうものぞえ。ああ、よかった、よかった。なあ、そこ座っとって。はい、よし、いいぞ。カズマ、はい、今のナイトの自己紹介どうやった。いや、正直な、短いなって。はあ、短かったですね。まあ人それぞれだよな。やる気がないなって思いました。やるな。次行こうか。はい、な、よし。失礼します。おお、アマホさん、お久しぶりです。久しぶりやないか。久しぶりです。元気しょったんか。あ、めちゃくちゃ元気です。ちょっと待ってこいよ。何ですか。みかんだってるよな。どういう意味ですか。みかんです。俺が思ってるよりちょっと太ってるからな。え、いやいやいや、お前はみかんやな。みかんですよ。おー、ほら、画面、そうやった、画面ね。何言ってるんですか。よしよしよし。みかんくん、選ばれました。おめでとう。
前ギリギリやぞ今。何がおめでとうやな、おめでとうや、おめでとうや。よし、女みかん、このカメラを不当客やと思ってかっこよく自己紹介何やるやん、リム悪口やるよ。平凡な日々にもう飽きてきたんやろ。俺が新しい刺激を与えたる。どうも、甘酸っぱい柑橘系みかんです。はい、よかったよかった。できますよ、これ。どすこい。いやな、やってないでしょ。やってなかったか。やってなかった。やってないでしょ。あー、でもよかった。ええぞええぞ、俺の狙い通りは完璧や。ああ、みんなそこ座ってくれ。よし、ほんなら、ちょうどあと一人やな。あ、4人いるってことですか。ああ、そうや、4人おんねんけどやな、次のやつは実はホストやないんや。そんな素人みたいな人が来るんですか。ああ、で、その前に、そもそも俺らはなんでここに。うるさいなー、後で言うやないか。俺にも段取りみたいなのあるやろなあ。むしろか、髪の毛。いや、そうやろ。もう一人なんやけどな、はい、こいつは俺が歌舞伎町で見つけてる。失礼します。沢木圭一です。今日からよろしくお願いします。圭一、久しぶりやな。はい、日本一のホストを目指して頑張ります。ええー、ぞ。はい、ちょっと圭一さん、はい、ホストの世界はそんなに甘くないですけど。いや、もう全然大丈夫です。僕、陸上の十種競技をずっとやってたんで、あの体力とガチな自信があるので、皆さんを一気に抜けると思います。はい、らしいです。元気な、無礼なやつは何なんですか。そうやつ。はい、お前、源氏名まだなかったな。まだないですね。そうやな。あ、え、つけてもらってもいいですか。あ、つけようか。はい、そうやな。まあ、お前にはやっぱりバーンと飛躍してほしいから、あー、サダハル。サダハル、サダハルにしよう。サダハル、アマオの王から文字を取って、はい、王貞治や。あ、王貞治ね。ああ、え、世界にバーン行きそうやろ。はい。ああ、女の貞治。はい、カメラを太客やと思って、はい、しっかりかっこよく自己紹介してみよう。わかりました。貞治です。君を邪魔するものは全部僕がこの筋肉で守ってやるからな、よろしく。ああ、よし、オッケーよ。ありがとうございます。よし、そんな貞治、そこ座っとけ、はい、な。よし、これで全員揃ったわけや。ええぞええぞ。ああ、ええ感じや。ああ、今回な、お前たちがこうやって集められたのは理由がある。はい、その理由は最強のホストクラブを作るためや。これから数ヶ月間、アマオの修行に耐えてもらう。わかったな。返事は？はい、はい、よし。あとな、お前たちに大事な報告がある。これからな、最強を歌ってもらうからにはな、その名に恥じへんようにしっかりと人気のあるホストになってもらわんと困る。せやからセルフプロデュースで動画を撮影してもらう。その動画を YouTube に上げていいねをもらい、いいねの数が一番少なかったやつは数ヶ月後クビやSaikyo! Saikyo! 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 Saikyo!
気付けんと、はい、うらっ、おのおの自分の足に向かって走っていけ、走れ、最強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 。僕はその名前の通り一人、まあ真実の真でカズマなので、まあ首はないかなって思ってます。ホストの世界はもう結構長いので、まあその経験を生かしていけたらなって思います。なんで天尾さんは僕を選んでくれたのかなっていうところが、まあ大きくあるんですけど、まあ、でもやるからには、まあ、1位目指して頑張りたいなと思ってます、はい、僕みたいなものがいないと何も始まらないですし、やっぱ面白くならないなと思うので、楽しんでやって、やっぱ皆さんがいいねとつけてもらえたらいいなと思います。楽しみにですね、あの貞治って名前もなんかすごい日本っぽい名前というか、日本人の誇りを持って一生懸命戦っていこうと思います。ナンバーワンしか見えてないです、はい、楽勝だと思ってるんで。